では重大発表の時間となりました。皆さん聞いて驚くな。なんと4月1日21時から新衣装お披露目。いやエイプリルフールとか、いや関係ないからエイプリルフールとかねえ関係ない。新衣装お披露目だから。そんなねわけのはーちゃまはそんなエイプリルフールどうちゃらでなんか企画をやったり嘘をねつくとかそんなことはしない。日常的に気まぐれにジョーク言ってるから。別にエイプリル毎日がエイプリルフールだから。じゃあみんな明日の新衣装お披露目楽しみにしてください。あ、ちなみにシルエットで、まあ、わかると思いますがめちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃに可愛いです。多分ガチ恋増えちゃいます。でもぶっちゃけガチ恋いらないんで、昨日明日の配信で増えたガチ恋は次の日からそぎ落としていこうと思います。ということで新衣装お披露目楽しみにしててね。重大発表は以上になります。